皆様こんにちは、サイエンスホームのともりです。国吉です。今回のお家は玄関土間収納のあるお家です。床面積30坪の平屋はアウトドア用品もたくさん収納ができる使い勝手のいい土間スペースがあるお家。キッチン天井やテレビ背面に無垢フローリングを使った LDK や外壁タイルがアクセントとなったサニーデッキも見どころです。今回の施術は、縦に背のない長方形型となっております。またリビング横に床が設けられているので、建物自体は同じ型になっております。今回の自分のような施術さんは使用品の植栽となっております。このように植栽を一部取り入れることでお家全体に外観の雰囲気もおしゃれに仕上がります。今回駐車スペースは2台埋められる大きさとなっております。仕上げは吹き引き仕上げという滑りにくい仕上がりとなっております。本日は今回450画のベージュのタイルを使用しております。一枚一枚模様が異なるため飽きのこないデザインとなっております。玄関ホールの広さは3畳となっております。またタイルはポーチと同じベージュの450画タイルを使用しております。そして正面には大きなフィックス窓を設けており、お庭から入る光を室内に取り込めるような作りとなっております。また玄関ホールの隣には 5.5 畳の広さの土間収納がございます。このようにこちらには花頭棚を設けておりますので、高さの違う履き物だったり大きな荷物も花頭棚を動かすことによって楽に収納ができるようになっております。そしてこちら側のアルミ製のドアを開きますと駐車場とつながっており、大きな荷物や重たい荷物も玄関を介さずに楽に出し入れすることができます。続いて玄関横の洗面室をご紹介します。広さは 3.5 畳となっておりまして、玄関の横に洗面室があることで帰宅後すぐに手洗いうがいをでき、リビングに向かえるという考えられた動線となっております。洗面化粧台は TOTO のサクワをセレクトしておりまして、ミラーの後ろにストックポケットを設けているのが特徴となっております。またこちらのコンセントは少し高めに設定していますが、
お客様の支給品で家事カウンターが来るご予定になってますので、アイロンなどの家電も楽に使用できるコンセントの高さとなっております。また上部にはお客様支給品もパナソニックの星姫様という物干しを設けております。この紐を引っ張ることで物干し竿を昇降でき、使わない時には厚手の器具に埋め込むことができます。続いて脱衣室をご紹介します。広さは1畳となっております。洗面室と脱衣室を分けることで、誰かがお風呂を使っていても洗面室を気兼ねなく使用することができます。また可動棚を設けていますので、お洋服やタオルを収納できる仕様となっております。続いて浴室をご紹介します。広さは2畳となっておりまして、TOTOのサウナをセレクトしております。床にはホッカラリ床というものをセレクトしてますので、表面は乾きやすく、入浴後もお手入れが楽ちんになっております。続いて洗面室の横のトイレをご紹介します。広さは1畳となっておりまして、トイレは TOTO の GGJ2 というコンパクトタンクのすっきりとしたデザインのトイレをセレクトしております。また自動開閉になっておりますので、便利な仕様となっております。床と壁にタイルを仕上げてますので、水洗いをする沖縄にとっては便利な仕様となっております。続いてキッチンをご紹介いたします。こちらのキッチンは 4.6 畳の広さとなっております。上には床材と同じインドネシア松を採用しております。落ち着いた色合いなので、よりキッチンがおしゃれな雰囲気になります。またこちらはご施主様の支給品の照明も取り付けております。ご相談の上で、こういったおしゃれな照明も取り付け可能になっております。そしてこちらのキッチン横には蓋板というマグネットパネルを貼り付けております。こちらは調味料だったり床して収納することができるので、天板の上を物を置かずに掃除もしやすい仕様となっております。続いてキッチンの仕様をご紹介いたします。今回キッチンは TOTO のミッテをセレクトしております。扉カラーは木目調のホワイトで可愛らしい扉カラーとなっております。そして一番の特徴は節水効果が抜群なところとなっております。こちらの水栓は水ほうき水栓といって、ほうきのように水が流れ、泡や汚れを素早く流すことができます。そして足元にはつま先で水の出し入れが操作できるつま先楽押しスイッチという機能が搭載されており、節水効果が抜群のキッチンとなっております。続いてキッチン収納をご紹介いたします。下は大容量の TOTO のカウンタータイプと、上には見せる収納ができるウッドワンの棚板をセレクトしております。続いてパントリーをご紹介いたします。こちらの広さは 2.6 畳となっております。調味料だったり大きな鍋やホットプレートなどの料理家電もまとめて収納することができます。
でして、こちらを抜けるとキッチンへとつながっております。昼寝したい時にちょうどいいサイズの和室となっております。ポッカラリ床というものをセレクトしてますので、表面は乾きやすく、浴室後も浴室後もとなっております。また照明の方もお施主様の玄関ホールの隣には 5.5 畳の広さの土間収納がございます。このようにこちらには加藤棚を設けておりますので、こちらのキッチンは 4.6 畳の広さとなっております。上には床材と同じインドネシア松を採用しております。続いてリビングダイニングをご紹介します。広さは 15.7 畳となっております。今回のリビングダイニングの設計ポイントは2つございます。まず1つ目はリビングダイニング横のお庭と、後ほどご紹介する和室とつなげておりますので、一体感が生まれ、より広く見えるような設計となっております。また天井高を標準の2m60cm から80cm 上げた3m40cm となっております。間接照明を設けることで天井を柔らかく照らし、奥行きが生まれ、開放感があるような空間となっております。また天井高が少し高めになってますので、エアコンの効きを良くするためにファンを設けております。続いてテレビ背面のご紹介をします。テレビの背面には標準のアカシアフローリングを施工しております。テレビ背面の壁は目につけやすい場所になりますので、そこにフローリングのアクセントを持ってくることで、お部屋の雰囲気をより統一感のあるものへと見せることができます。またテレビボードはウッドワンのムクの木の収納をセレクトしております。続いてお庭をご紹介します。こちらの掃き出し窓には標準で熱線吸収ガラスを使用しております。太
太陽の熱を 40% 吸収してくれ、日中はガラスの反射で室内が見えにくくなっております。吐き出し窓を出ますと、先ほどご紹介した玄関から見えるお庭へとつながっております。日差しの方にアイボルトを設置することで、ハンモックを吊り下げることができます。下には木目調のタイルを使用しておりますので、ウッドデッキとは違いメンテナンスがしやすいのがポイントです。続いてリビング横の主寝室をご紹介いたします。広さは8畳となっております。こちらはリビングとは異なるアカシアフローリングという床材を使用しております。インドネシア松もこちらのアカシアフローリングもどちらも無垢材となっております。無垢材は木が呼吸しているようなイメージで調湿作用があるのが一番の特徴です。そのため梅雨時期でも年中サラサラなのを保ってくれるのが特徴となっております。続いて主寝室のウォークインクローゼットをご紹介いたします。広さは 3.6 畳となっております。また両側には枕棚とハンガーパイプがついており、大容量な収納が可能となっております。ご夫婦の衣類をまとめて収納することができるので、主寝室を広く使うことができ、すっきりとした空間となります。続いてリビング横の和室をご紹介します。和室の広さは 5.3 畳となっており、お昼寝したい時にちょうどいいサイズの和室となっております。こちらにはフットワンの棚を設けておりますので、お子様の勉強机やちょっとした作業スペースにも使用することができます。可動式の間仕切り戸になっていますので、こちらの扉を外してリビングとつなげることでより広く見えるような設計となっております。続いて和室横の子供室をご紹介します。広さは 4.7 畳となっております。和室と間仕切りがないため、お子様が小さい時には広く使い、お年頃になると仕切って使用することができます。オープンクローゼットになっていますので、お部屋が広く見え、間仕切りともないので家具の配置がしやすいお部屋となっております。また先ほどキッチンでご紹介したピタバンもこちらに設けてあります。
かがでしょうか。本日ご紹介したのは平屋シンプルタイプ30坪のお家でした。長方形型の敷地を生かした建物の配置や色味を統一した建材、お部屋の各所で広く見せる工夫がされており、とても参考になりましたね。今回は動画でご紹介しましたが、木材フローリングや漆喰などの自然素材の良さは実際に体感してみるとさらに魅力を感じられるかと思います。ぜひモデルハウスや見学会にも足を運んでみてくださいね。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画を見てもっと詳しい情報を知りたいと思われた方はお気軽にお問い合わせください。また他の物件の写真や情報はインスタグラムやホームページをご覧ください。これからどんどん他の物件もご紹介していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。サイアス本部は皆様のご来場を心よりお待ちしております。また天井高が高めなのでファンを設けることでエアコンの効きを良くしています。見せる工夫がされておりとても参考になりましたね。今回は動画でご紹介しましたが、切れる声。他の物件の写真や情報はホームページやインスタグラムをご覧ください。ごめん。